第55代横綱北の湖は幕内最高優勝24回を誇る昭和を代表する横綱です。13歳で相撲界に入門すると21歳という若さで横綱に昇進。この記録は未だに破られておらず、北の湖の出世スピードがどれだけ速かったかがわかる記録です。北の湖のあまりの強さに周囲は憎たらしいほど強いというようになり、北の湖が勝てば館内からはため息が漏れ、負けると拍手喝采が起きるほどの存在でした。北の湖は同時期に活躍した輪島と熱戦を繰り広げ、凛子時代を築いていきます。両横綱の熱戦は常に盛り上がりましたが、そんな中である力士は北の湖を苦しめる相撲を取っていました。北の湖の強さ。北の湖は13歳で相撲界に入門し、中学に通いながら稽古に励みました。学業最優先という師匠の方針もあったため、稽古は毎週日曜と学校の長期休みの期間しかやらせてもらえなかったといいます。普段は早朝の掃除を済ませると稽古場には降りずに登校し、四股や鉄砲もやらなかったそうです。そんな北の湖ですが、入門して1年後の14歳の時に序二段で全勝優勝、そして15歳で幕下昇進を決めています。そのまま番付を上げていき、21歳2ヶ月で横綱昇進。この若さは今でも破られていない史上最年少記録にもなっています。北の湖は全盛期160キロを超える体格を誇っていましたが、ただの巨漢力士ではなく、組んでよし離れてよしと称されたように、四つ相撲でも押し相撲でも取れる万能型の力士でした。右四つで右上手を引くと十分で、馬力を生かした寄りや強烈な上手投げ、大きな腹に乗せた釣りで他の力士を圧倒していきます。その巨体からは想像できない俊敏さも兼ね備え、巻き替えの速さは各界有数でした。横綱通算670勝などの記録を残した北の湖ですが、その強さと土俵態度から憎たらしいほど強いと称されるようになります。北の湖が負ければ場内は拍手喝采、逆に勝てばため息が漏れるほどの絶対的な存在として君臨していました。稽古場ではちぎっては投げの連続で、本場所でも右上手を取れば盤石、右四つの巻き替えも機敏で簡単に負けることはありません。強烈なかち上げで相手を土俵際まで吹き飛ばすと、そのまま土俵下に叩きつけ、体を反転させると喜ぶそぶりも見せずに引き返していきます。北の湖が憎たらしいほど強いと言われるようになったのは、圧倒的な強さもありますが、倒した相手が起き上がる際に北の湖は一切手を貸さず、相手に背を向けて名乗りを受けるためにさっさと引き上げてしまう態度が傲慢とみなされていたからです。ですが北の湖本人はこの行動について、相手に失礼、同情をかけられたらかわいそうでしょう、自分が負けた時に相手から手を貸されたら屈辱だと思うから、相手に手を貸すことはしないと答えています。その強さと悪態でアンチが増えていった北の湖ですが、6年にわたり横綱輪島と凛子時代を築きました。特に1976年から1977年にかけては2人で各5回の優勝を飾り、千秋楽決戦は7回とライバル関係になります。北の湖は戦後最大のヒールとも言われますが、その理由の一つは各界のプリンスとも呼ばれた貴乃花の出世を阻んだことにもありました。貴乃花に対して北の湖は36勝10敗と寄せつけず、貴乃花が万年大関となる原因にもなります。1975年3月場所で貴乃花が北の湖を優勝決定戦で破り初優勝を決めると、北の湖の独走優勝では一桁だったテレビの視聴率が一気に 50% 台に跳ね上がるほどでした。その後2代目若乃花と三重の海が横綱に昇進しますが、輪島の衰えとともに北の湖の優勝ばかりになると再び相撲人気が低迷し始めます。こうして北の湖の強さのあまり相撲人気が低迷してしまうほどでしたが、そんな圧倒的強さを誇る北の湖を苦しめた相手がいました。北の湖を苦しめた相手。北の湖を苦しめた力士は高見山です。
高見山はハワイ出身の力士で、1964年3月場所初土俵を踏みました。1967年3月場所で十両に昇進すると、外国出身初めての関取になります。そして1968年には新入幕を決め、史上初の外国出身幕内力士になりました。1972年7月場所では13勝2敗の成績を残し、初めての幕内最高優勝も経験。外国出身力士の幕内優勝は初めてで、高見山は外国出身力士として数々の記録を達成し、外国出身力士の道を切り開いていきました。高見山は当時では珍しい外国人力士であることや、長いもみあげ、分かりやすい取り口で人気を博していきます。また CM 出演も果たしており、 CM では寝巻き姿やタキシード姿でコミカルな踊りを披露したこともあり、現役時代は本名のジェシーの愛称でも親しまれるほどでした。そんな高見山は一時期体重が200キロを超えたこともある大型力士です。その巨体とパワーは壺にはまれば、横綱の輪島や貴乃花を圧倒するほどの力があり、特に輪島とは19勝24敗と互角に近い成績を残しています。また高見山は金星を12個獲得し、一時期は現役最多記録でした。そしてそのうちの7個が輪島から獲得したもので、輪島キラーとしても名を馳せます。輪島は小兵力士を巧みに扱い、相手の自由を奪いながら寄るのを得意としていましたが、大きな体で立ち合いからぶちかましてくる力士を苦手にしており、顔を見るのも嫌だったと答えたこともあるほど。高見山自身も、輪島関とやると気合が入る、北の海さんと違ってスピードがないからとコメントをしています。そして高見山は北の海も苦しめていきました。北の海は1974年9月場所で横綱に昇進しています。この場所では初日に敗れ1敗となりますが、9日目までは連勝を続けました。ですが10日目に高見山に敗れ2敗、優勝争いのトップでライバルでもあった輪島を追う形になります。新横綱として優勝を狙っていた北の海ですが、14日目にも黒星を喫し、この時点で輪島の優勝が決まりました。そして千秋楽でも輪島に負け、最終的に11勝4敗の成績で場所を終えます。新横綱ということで緊張もあったはずですが、初日に負けた後、北の海は連勝を続けました。10日目の高見山戦で連勝が止まってしまったことで、流れが変わってしまったと言ってもいいかもしれません。高見山はこの場所で6勝9敗と負け越していますが、前場所では関脇で11勝しており、6場所中4場所で勝ち越しを決めるなど、全盛期と言ってもいい年でした。実力だけ見たら北の海の方が強かったのは確かですが、北の海は高見山に苦しめられたこともあり、嫌な相手と感じていた時期もあるかもしれません。高見山は北の海をどのように苦しめていたのでしょうか。高見山と北の海の対戦。北の海と高見山の対戦成績は35勝8敗と、対戦成績だけで見れば北の海が大きく勝ち越しています。ただ北の海は比較的どの力士にも強さを発揮しており、引退直前を除くと北の海に勝ち越している力士はほとんどいません。北の海は1978年5月場所千秋楽から1978年9月場所8日目まで24連勝していましたが、この連勝を止めたのが高見山でした。24連勝は北の海にとって2番目の連勝記録で、この場所14勝1敗で優勝していますが、唯一の負けが高見山です。北の海としてもこの場所は全盛期で、年6場所のうち5場所で優勝しています。5回の優勝も全て13勝以上というハイレベルな数字でした。北の海はほとんどの力士に勝ち越していましたが、朝潮を苦手にしており、対戦成績も7勝13敗と負け越しています。現役時代憎たらしいほど強いとまで言われた北の海が、なぜ朝潮を苦手にしていたのかは様々な説がありますが、
同部屋の高見山との稽古で身につけた朝潮のぶちかましが北の海を後退させるほど強烈だったのではないかと言われることが多いです。また朝潮も高見山も月の威力がある力士なので、朝潮より大きな体格から繰り出される高見山の突っ張りなどに北の海は苦労したという部分もあるのでしょう。高見山は入門時から高砂親方にプッシュプッシュと叩き込まれ、凄まじい威力の突き押しを身につけました。高見山はこの激しい突き押しで輪島を圧倒し、輪島キラーと呼ばれるまでになります。輪島との対戦成績は19勝24敗とほぼ互角。輪島も苦労するほどの高見山の突き押しは北の海にとっても強烈だったはずです。相撲史に残る名横綱の北の海でも高見山の常人離れしたパワーには悪戦苦闘していたのでしょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。今後も動画をどんどん出していきます。いいねやチャンネル登録、コメントをしていただけると泣いて喜びます。よろしくお願いいたします。